今回は「お兄ちゃんはおしまい」とかいう日本アニメの最高傑作に対するみんなの反応をご紹介します。このチャンネルではトレンドのアニメに関する感想や考察など皆さんの反応をまとめています。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。これ神やろ、千と千尋の神隠し超えたわ。それな、今期はこれだけで豊作や。どういうことや、男の子になるの。エロくて可愛くて笑えるだけのアニメ、神アニメ定期。なぜこの原作をぬるぬる動かしたろと思ったのか。寝てるやつ可愛い、みんな可愛いけどマヒロンがナンバーワン。今期これしかないわ正直。あとは2クール目のやつ、もうこれ以外全部切ったわ。ファッションとか美容室とかの描写凝ってて好き。今期こればっかり聞くけど、どんなアニメ。 TS ユリアニメや。 OP だけは好き。 OP の中毒性やばいわ、特にサビ後のところ。くっそわかる、かわいい。この子も好き。女体化わかる、中学生になる。さすがに無理ありすぎやろ。でも美少女 JC に DS したいよね。エロインドエロや。トランスだけならまだ LGBT に一石投じるアニメみたいって言えんのにな。ドイツで人気らしいし投じとるやろ。 OP がコテコテのアニソンで好き。最近こういう曲減ったよな。こういう電波っぽいの懐かしい感じするわ。キャラデザが良い、インナーカラー絵馬っぽくて可愛い。別人じゃん。海外のファンが言ってたわ、性的になりすぎて原作が台無しだって。海外に鬼舞原作勢いるんか。鬼舞はドイツで大人気なんやで。エッチなのでセーフ。漫画は漫画でシンプルで良い、アニメはアニメで少し凝ってる感じがして良い。主役が一番可愛いパターンって割と珍しいよな。動きやべえな、こんなん作れるの世界の宝やん。天才どもの職場に直で課金できるシステム作るべき。皆さんは「お兄ちゃんはおしまい」とかいう日本アニメの最高傑作についてどう思いましたか。ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。